皆さんこんにちは。地下室のドーナツ版ボックスの時間です。これから1時間パーソナリティ玉城地下室と一緒に昭和のアナログレコード名曲を楽しんでいきましょう。今週の1曲目、1971年、昭和46年の10月に発売されたザ・ピーナッツの歌でサンフランシスコの人。それではお聴きください。どうぞ。1曲目はですね、1971年、昭和46年の10月に発売された
今日も懐かしいドーナツ版で、お届けしています。最近ちょっとレコードプレイヤーの針の調子がおかしいのでですね、なかなかうまくスムーズにカートリッジを押しなかったりするんですけども、今日は、ね、ちゃんと押してくることを願って、今日1時間レコードでお届けします。皆さんこんにちは。近下のドナツバンボックス、今日も今週も始まりました。イエイということですね。はい、ですね、今日は曇り空だったから、ね、午前中は雨が降ったかもしれませんけど、雨降るのかなと思ったら、なんとかね、雨を降らずに、天気も少しいい感じでちょっとね、なってるのかなって思いますけど、やっぱりでも暑さはね、全然変わらないっていうか、もう暑さのせいで頭がぼーっとするし、夏バテするしって感じですね。で、昨日は久々に友達に呼ばれて、友達の家でちょっとご飯を食べに行ったんですけども、まあ、友達もね、料理が好きなので自分で、料理を作ってそれをみんなで食べに行くんですけども、とてもなんかずうずうしいんですよね。昨日は牛すじの入ったカレーライスをちょっと食べましたけども、結構美味しかったですね。カレーと牛すじがうまくマッチしてですね、その中に具材はナスとか、あとはヤングコーンが丸々入っていたりとか、なんて言っても業務スーパーで材料を買ってくるそうですね。カレールーもね、市販の一般的家庭用のルーじゃない、業務用のルーですのでね、一皿50皿分とか、そういうなんか大量買いをするって、お前はお店をやってるのかと思うぐらいの、お店やった方がいいんじゃないかなって思うぐらいね、料理も好きなのでそう思うんですけども、昨日は久々に美味しい料理を食べさせてもらいました。本当にありがとうございます。あと言っても多分ね、ラジオは多分ね、友達の住んでるところには届かないので聞いてないと思いますけれども、まあ、届くようにね、ちょっとお礼を言いたいと思いますけれども、どうですか皆さん、夏バテに効く食材って何なんですかね。やっぱりゴーヤーがいいんですかね。最近ちょっと暑さのせいか、ね、なんかちょっとボケてるつもりはないんですけども、ちょっと小ボケをかましてしまうようなことが多くてですねちょっと困っているんですけれども、まあ、暑さに負けずに、ちょっと夏を乗り切りたいと思いましてね。あと体調管理もやっぱり必要ですので、大事ですのでね、体調を崩さないように、冷たいものを飲みすぎないようにね、気をつけたりとか、そういうふうに心がけていきたいと思いますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。FM コザメールアドレス761@FMコザ.jp 761@FMコザ.jp までリクエストをお寄せください。そしてこの番組ではですね、ツイキャスもやってますので、動画も見れます。どうぞこちらの方もご覧ください。ということでですね、1曲目なんですけども、ザ・ピーナスの1971年、昭和46年の10月に発売されたサンフランシスコの人、女と書いて人というんですけども、これは人シリーズとしてですね、1970年にザ・ピーナッツが発売したシングル、東京の人から続いている、シリーズなんですね。まあ、勝手にシリーズって僕は決めてるんですけども、まあ、東京の人、そして大阪の人、そしてサンフランシスコの人、リオの人って、そういうふうに、まあ、続いてシングル出してるわけですけども、この歌って、やっぱりピーナッツさんが渡辺プロだったからなのかな。渡辺プロってすごい大衆向けっていうのを重視していてですね、この曲も親しみのある難しい曲ではないですね。やっぱり大衆万人受けするようになんか作られた曲ではないかと思うんですけれども、面白いのが、まあ、サンフランシスコということでね、なんか中華街を連想するような感じのアレンジというか、だからといってそういうなんか中国の民族音楽が使われている、楽器が使われているってわけでもないんですけれども、
和洋化折衷っていう感じで、なんか面白いアレンジになった、曲になっていると思います。またピーナッツもね、やっぱ双子ということもあって相性抜群の、そのハーモニーとかその演奏の入り具合とかですね、その歌の入り具合とか絶妙なバランスっていうのがピーナッツならではだなと思うんですけれども、まあ、この頃になるとやっぱ後期ですのでですね、まあ、レコードのその録音の仕方っていうのも現在と同じようにですね、歌とそのお経を別々に録音するというのがもう主流になっていたということで、まあ、それまではですね、ですね、まあ、歌とお経を同時に録音っていうのが主流だったそうなんですけども、やっぱり技術の進歩によってですね、1967年ぐらいですかね、あのピーナッツで言えば恋の風化がヒットしたあたりからはピーナッツもですね、この歌とそのオケを別々に録音する形になったということですね。なんかすごい失恋ソングなんですけども重くないですね。すごい歌詞があっさりと、メロディーもあっさりとしているので、すごい心地よく聴けるような楽曲だと思います。ザ・ピーナス、1971年昭和46年の10月に発売されたサンフランシスコの人という曲ですね。 B 面はロンリー香港という曲になっています。まあ、個人的に言えばロンリー香港の方が好きかもしれませんけど、この曲はね、聴くたんびにだんだん味が出てくるような曲だなというふうに感じました。作曲は中村ハイジさんです。はい、ということですね、ですね、まあ、今日もですね1時間レコードでお届けしていきますけれども、最近が心配なのがですね、レコードプレイヤーの調子、針の、ね、調子がそうおかしくてですね、なかなかスムーズに針が落ちないんですよね。一回レコードに、盤に針が落ちてまた上がって元に戻ってしまったりとかするのでですね、ちょっとドキドキしながらやっぱやってるんですけども、まあ、オープニングはね針の調子も良かったので、まあまずまずかなということで、様子を見ながらですね、スムーズに進行できるようにですね祈りながらちょっと1時間やっていきたいと思いますけれども、今日もですね、夏の曲を中心にお届けしたいと思いますけれども、この時期ってですね、やっぱり昭和の歌っていったら夏をテーマにした、曲っていうのがたくさんあるのでですね、一番選びやすい季節なんですね。もう今日レコード探していたんですけども、どこ探してもやっぱ夏のソングっていうのがたくさん出てきてですね、中にはずっとこう棚に眠らせていてですね、忘れていたレコードもあったんですけども、まあ、それも再確認してですね、ああこれはじゃあ次回流そうかなとか、そういうの曲選びを楽しみながら、今日はレコードを選んできたんですけれども、あ、まあ、今日もなんですけどね、はい、2曲目いきたいと思います。2曲目はですね、やっぱりこの、夏の暑さにぴったしの曲をお届けしたいと思います。1973年ですね、当時は新御三家としてですね、この曲で、この方スターダムにのし上がりました、西城秀樹さんです。西城秀樹さんの5枚目のシングルです。1973年、昭和48年の5月25日に発売された5枚目のシングルです。情熱の嵐をお届けします。それではお聴きください。どうぞ。2曲目で西城秀樹さんの情熱の嵐をお届けしています。このポーズといい、なんかそのジーパンのこうラッパーズボンといい、ね、髪型といい、ものすごい時代を感じますね。この撮り方ってなんか本当レコードジャケットならではだなと思って大好きな一枚です。 CD ジャケットではこういう撮り方ってできないんじゃないかなと思います。これがなんかレコードジャケットの魅力かなとも感じるんですけども、西城秀樹さん当時18歳ですけども、まだなんか表情が今の表情とか違うっていうか、だいぶなんか雰囲気が違いますね。ものすごい若いです。
2曲目、1973年、昭和48年の5月25日に発売された西城秀樹さんの5枚目のシングル「情熱の嵐」をお届けしました。でこれはですね、ファンにとってはこの曲と曲のこの細かい部分に秀樹っていうこの合いの手を入れるのが当時は、まあ、流儀だったんですよね。秀樹さん当時18歳なんですけども、この曲のヒットで、ね、全国的にですね、まあ、人気が出始めてでですね、まあ、有名になった曲なんですけれども、ちーまる子ちゃんとかでもなんかよく歌われてるような出てくるような感じの曲なんですけど、秀樹さんと18歳ですね、レコードジャケットを今見てるんですけども、その当時の男性ってみんな本当に髪の毛が長いですね、長髪ですね、ロンゲーとは言わず長髪なんですけども、で、まあ、ジーパンもラッパーズポン履いてですね、正面に指を人差し指突きつけてるようなポーズなんですけどもね、本当レコードジャケットって本当 CD ジャケットでは表現っていうかそのできないような、デザインとか結構あるので、それが魅力なんですけどもね、実際感じますね。なんか若干やっぱり今の雰囲気とは違っていて、すごい細いですし、髪の毛も長いし、ね、また18歳という若さでですね、はい、まだワイルドというかね、まだらしさは出てないんですけども、ね、秀樹さんはまだあどけなさが残っているような貴重な一枚だと思います。本当にデビュー当初の1973年の A という曲です。続いての曲をいきます。続いてはですね、西城秀樹さんのですね、ちょっとゆかりのある方なんですけれども、1982年組の一人なんですけども、ですね、先々週ですね、河合直子さんの、シングルを僕、流したんですけれども、河合直子さんって言ったらですね、第1回西城秀樹妹コンテストのグランプリなんですけども、この方は第2回西城秀樹妹グランプリ、妹コンテストの、第2回グランプリに輝いた方なんですね。当時のキャッチフレーズ、爽やか天使ということでですね、石川秀美さんのセカンドシングルをお届けします。石川秀美さんといったらですね、まあ、歌唱力伝伝というよりかは、当時ですね、ボーイッシュなイメージでなんかホットパンツとかミニスカートを履きながら歌っていたというイメージが強いと思うんですけども、この方はですね、ものすごい足が速いということで有名で、当時 このレコード会社対抗芸能人運動会では結構なペース、結構優勝していて、このリレーではですね、優勝していた印象が強い方も多いと思います。それでは行きましょう。これもですね、石川秀美さんデビュー曲とは違ってですね、変わって男の子の立場を歌った、曲ですね、恋愛ソングなんですけれども、先週ですね、ちょうどツイキャスで画像、江ノ島の画像を送ってくださった筒郎さんのね、画像を見ながら、あ、江ノ島になんかね、といえばこの曲かなと思いついて今日持ってきたんですけれども、はい、夏の海にぴったしの、曲だと思います。1982年ですね、昭和57年の7月21日に発売された石川秀美さんのセカンドシングルです。揺れて湘南、お届けします。それでは聴いてください。どうぞ。3曲目です。これまた懐かしいレコードジャケットだと思います。1982年組のアイドルの一人ですね。石川秀美さんのセカンドシングル、ゆべて湘南をお届けしています。これはですね、男の子の立場を歌った曲になっていますね。秀美さんのこの額に巻いてる、なんだろうこれ、バンダナではないんですけども、なんかそれもなんか印象的ですね。笑顔がとても素敵です。当時のキャッチフレーズ、爽やか天使というキャッチフレーズが付いています。
はい、いかがだったでしょうか。1982年昭和57年の4月21日に発売された石川秀美さんのセカンドシングル揺れて湘南をお届けしました。ものすごい江ノ島の光景が思い浮かびます。先週の哲郎さんからもですね、江ノ島の画像が頭いっぱい広がってるんですけどもね、海いいですね、泳ぎに行きたいです、日焼けしたいです。はい、沖縄はね、たくさん海があるんですけどもね、このツイキャスをご覧の皆様の地元はどういったね、近くにはどういった海があるんでしょうかね、とても気になります。そうですね、石川秀美さんといったらですね、ある意味ボイッシュな、イメージがあるんですけれども、作詞されている方は松本隆さんといって太田裕美さんの曲をですねたくさん手掛けている方でして、はい、それでですね、当初デビュー当初のイメージは太田裕美さん路線でその行く予定だったんですけれども、でも実際歌わせてみると太田裕美さんっていうのはですね、心の機敏を、表現、されている方なんですけども、石川秀美さんの声っていうのはどちらかといったらですね、直線的な声ということですね。どちらかといったらこういうなんか太田裕美さんの楽曲っぽい楽曲よりかはロックとかポップスの方が向いてるということで、これから先の以降のシングルっていうのはちょっと路線変更して曲のイメージが変わってくるんですけども、一番その中でも石川秀美さん、らしさが出てるっていうのは、4枚目のシングル涙のペーパームーンとか5枚目のシングル Hey Mr. Policeman とかね、そういう、アメリカのそういう、アメリカンポップス的っていうのかな、そういうオールティーズ調の、曲っていうのが、石川秀美さんらしいかなと思うんですけども、これをなんか聞いた時には意外ですね。太田裕美さんと石川秀美さんってあんまりなんかそのイメージとかを結びつかないので、デビュー当初は太田裕美さん路線で、ね、行く予定だったっていうこともなんか意外で意外ということですね。考えてみたらでも太田裕美さんの歌ってですね、この歌と同様ですね、男の立場を歌った歌っていうのは結構多い気がしますけれどもね、それを考えたら確かに揺れて湘南も太田裕美さんに共通する部分もあるのかなというふうに、感じますけども、B 面は禁じられた恋の島ということで、これもちょっと夏をイメージした感じの曲だと思います。はい、1982年組のアイドルです。キャッチフレーズ爽やか天使、石川秀美さんのセカンドシングル揺れて湘南をお届けしました。 CM です。
はい、ですね、先ほど揺れてしまうのをお届けしました。で続いてはですね、はい、こちらも夏の曲を、いきたいと思います。1966年の曲なんですけども、これもだいぶ古いですね。でもなんか僕的にはこの時代の曲って好きなんで、この曲時代ってですね、たくさん海外からですね、いろんなこのリズムっていうのが、生まれて、日本でもそれがですね流行ったんですけども、今日お届けするのはアメリアッチという、リズムのですね曲をお届けしたいと思います。1966年のですね、昭和41年8月に発売された橋幸夫さんのシングルなんですけども、松竹映画恋と涙の太陽の主題歌として、使われた曲です。はい、行きましょう。思いっきり、夏っぽい、感じの曲です。橋幸夫で恋と涙の太陽、1966年昭和41年の8月に発売されたシングルです。お届けします。それではどうぞ。ツイキャス再開しました。今お届けしている曲はですね、1966年の発売ですね、今から49年前の曲です。橋幸夫さんの夏のソング、サマーソングです。恋と涙の太陽をお届けしています。60年代旅行ジャケットですね。歌い手さんがエレキギターとかを持って映ってるし、ポーズっていうのが結構多いですね。で B 面はこちらも夏の曲なんですけど、こちらは A 面と違ってちょっとマイナー調な哀愁に満ちた曲になっていますね。こちらでも橋幸夫さんウクレレを持っています。1966年、昭和41年の8月に発売された橋幸夫さんのシングル恋と涙の太陽、アメリアッチという、タイトルがついて発売されたシングルなんですけども、思いっきり橋幸夫さんのサマーソングだと思います。当時の松竹映画恋と涙の太陽の主題歌としても使われて、います。で、ですね、B 面は太陽だって泣いているという、こちらも夏の歌なんですけども、こちら A 面と違って、A 面のアップテンポのノリノリな曲とは一転して、まあ、ちょっと切ない哀愁を帯びたマイナー調の、曲になっているんですけれども、このアメリアッチっていう言葉なんですけども、アメリカとマリアッチの合成語らしいんですね。でマリアッチとはですね、大小各種のギターと、それとほぼ同数のバイオリンにトランペットが 1,2 本加わった編成によるメキシコの共同楽団のことだそうですね。でアメリアッチはそのアメリカ版というべき、まあ、演奏スタイルだということですね。まあ、トランペットを中心にマリアッチのリズム感を生かして、この力士イーランドジャズ
という、種類の手法ですねに、まあ、ロックやビートを加えて、軽快に、奏でられるということですね。はい、で日本ではですね1965年にこの形で蜜の味というね、曲を演奏して大ヒットをさせてからは世間に知られたということでですね、この蜜の味は誰が演奏したのかっていうのがわからないんですけれども、まあそうですね、アメリカ版ではこのメキシコのマリアッチのリズム感にそのロックのビートを生かして、またトランペットとかなんかカハーブとか、そういうのを入れてですね、演奏されているということですね。ものすごいなんかノリノリな曲ですね。もうたくさん60年代ってですね、アメリアッチやらそれとかブーガルーとかですね、バウンドとかいろんなリズムがたくさん生まれましたのでですね、もう訳が分からなくなってしまうんですけども、アメリアッチというのはそういうことだそうですね。アメリカとマリアッチの合成語ということです。その他にもですね、三田明さんの恋のアメリアッチとかですね、まあ、たくさんアメリアッチを、で演奏、このアメリアッチをテーマにした曲っていうのは60年代にはまあたくさんあります。はい、まあ、アメリアッチのスタイルっていうんですかね。はい、続いての、曲をいきたいと思います。続いてはですね、このコーナーいきたいと思います。はい、このコーナー始まりました。このコーナーでは普段テレビやラジオで流れてこないような名曲名盤、そしてですねいつの間にか忘れてし、されてしまった名盤などをですね、このコーナーで紹介しているんですけども、今日はですね1973年に発売された反戦歌をお届けしたいと思います。ちょうどですねもう今月の来週にはですね、戦後今年70年ということで慰霊の日を迎えます。沖縄県でも慰霊の日を迎えますのでですね、最近ではこのね戦争を実体験された方の数がだんだん減ってきてですね、それを、証言される方っていうのも本当に貴重になってきてですね、なかなか聞けなくなっていますね。でだんだんなんかその平和であるっていうことが当たり前になってきてですね、その平和のありがたさとか尊さっていうのが薄れてきているような感じもまあするんですけれども、まあ、それを風化させないためにもこのね、まあ、戦後70年って日本ってすごいまだね70年で一度も争いもなく、まあ、平和な世の中が続いてますので、これをねずっとまあ、維持できるように、そうなあってほしい、そうでなければならないという願いを込めてですね、この1枚今日お届けしたいと思うんですけども、1969年にフランシーヌの倍でデビューして、この曲をヒットさせた新谷のり子さんのですね、第2弾反戦歌でしょうか。この曲は1973年昭和48年に発売されたシングルなんですけども、この曲もですね、まあ、当時はベトナム戦争の最中ですので、このベトナム、のね子らに愛の手をということでですね、作られた、キャンペーンレコード、だそうですね。日本民間放送連盟ラジオキャンペーンで、作られたこのレコード、戦争は終わったけれどという曲をお届けしたいと思います。まあ、新谷のり子さんは、1969年にですね、実際にあった出来事なんですけども、当時そのフランスのですね、フランシーヌ・ルコントさんという30歳の女性の方がいらしてですね、ベトナム戦争とこのナイジェリア内戦のことに心を非常に痛めてですね、自らシンナーを、体全体にかけて焼身自殺をね、図ってしまったんですけども、これを知った日本人のですね作詞作曲家、そして CM、作曲家の、郷五郎さんという方がこのね話にすごい、まあ、感銘を受けてっていうんですかね、まあ、それで、心を打たれてですね、フランシーのバイという曲を作詞作曲されて、この曲ヒットしたんですけども、これは、新谷のり子さんのですね、今かける曲はですね第2弾の反戦歌ということですね。この曲もですね、聞きながら、まあ、平和について考えてもいいんではないかというふうに、思います。
作詞作曲編曲とも泉拓さんが、されているということですね、1973年、昭和48年の5月に発売された新谷のり子さんのシングルです。日本民間放送連盟ラジオキャンペーン、参加曲、戦争は終わったけれど、お届けします。それではお聴きください。どうぞ。はい、日本民間放送連盟ラジオキャンペーン参加曲、新谷のり子さんのですね、1973年昭和48年の5月に発売されたシングルです。戦争は終わったけれど、お届けしました。ね、やっぱりもう世界中にはですね、本当に内戦が続いていたりとかですね、まあ飢餓に飢えていたりとか、そういうね、人たちもたくさんの中で、生きている方たちもいますのでですね、本当にこういう平和の世の中に生きている、自分たちっていうのは本当に幸せだなっていうね、思います。ね、ちょうど慰霊の日も近いので、ね、おじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、戦争体験者からそういうね、ことをね聞いて、ちょっと平和について考えてみることも大事だと思いますね。はい、本当に、まあね、今しか、まあ、聞けないと思います。これからね、だんだん高齢化して、まあ、だんだんこの体験者の方たちもいなくなっていきますんでね、本当に聞けるときに聞いていた方がいいですね。聞いてちょうだい、この名は新谷のり子さんで、戦争は終わったけれど、お届けしました。続いての曲をいきます。続いてはですね、この方です。もともとはですね、銀行の OL を務めていてですね、この
自分自身でこれは私がやりたい仕事ではないというふうに気づいて、当初は芸能事務所のマネージャーを目指していたそうです。それがですね、このスタッフ側にですね、気に入られて、それから、女優デビューをすることになった方なんですけども、高木美代さんなんですね。高木美代さんはですね、1981年に、映画デビューをしましてですね、でその時その翌年に、出した3枚目のシングルダンスはうまく踊れないが、ヒットをしてですね、その同時発売された LP ナーダも40万枚という売れ行きでですね、同時にシングル LP と同時に、大ヒットをその年は、したんですけども、もともとですね1977年に石川せりさんのために井上陽水さんが書き下ろした曲ということですね。この、石川せりさんの曲をカバーしたのが、高木美代さん、ダンスはうまく踊れない、どちらもですね聞いてみるとねやっぱり違うんですけども、まあ、やっぱり、この曲のタイトルを聞いて思い浮かべるのは高木美代さんということですね。このサラサラのロングヘアで歌う姿っていうのが、とても印象的だったと思います。1982年昭和57年の4月に発売された、高木美代さんの3枚目のシングルからダンスはうまく踊れないお届けします。それでは聴いてください。どうぞ。
はい、高木美代さんの3枚目のシングル、1982年昭和57年の4月21日に発売されたサードシングルです。ダンスはうまく踊れない、お届けしました。リスさんからもコメント来て、ダンスは一人きりで踊れないということで、歌詞の一部が届いています。猫は足元で踊りすごいもうね、あの贅沢ななんかねえ、生活をしてるんだなって、なんかすごい一人で聞きながら妄想してましたけどね。こういうねダンスを踊るほどのできる心のゆとりがあったらいいんですけどもね、そういう生活をしてみたいものですけれども、プッチーニさんからも来ています。どうも、東京から聞いています。どうもありがとうございます。またまた渋い曲ということですね。本当にありがとうございます。やっぱ昭和の歌って渋いですよね。今だからそう思うんですかね。はい、やっぱりなんか年齢よりはなんかすごい上の年齢の歌を歌っているような感じもしますけども、曲を聴いたら本当に井上陽水さんの世界が広がっていますね。なんか日本人離れしたなんかスタイルっていうか、なんかそういう感じが受け取れますけれども、本当にプッチンさん東京からありがとうございます。カレーにしようありがとうございます千葉から拝見して、くださってるってことで本当にありがとうございます。昨日友達のお家でですね、友達が作ったカレー食べたんですけども、牛すじカレーうまかったですよ。なんかすごいヘルシー感がありましたね。あの牛すじがヘルシーとかじゃないんですけども、ナスとかあのヤングコーンとか野菜がたくさん入っていたのでですね、はい、あっさりとしたカレーで甘口でとても美味しかったです。堀江純さんメモリーグラスチックということで、あ、確かにそうですね。リスさんありがとうございます。確かに今の曲メモリーグラス似てますね。はい、プッチーニさんからも昭和の歌謡曲って歌詞がすごいというふうに来ていますけれども、今と違ってですね、ドラマ仕立てになっていますよね。今の曲ってどちらかというと若い子のこの今の心境とか歌ってるメッセージソングっていうのが、主流だと思うんですけれども、昭和の歌っていうのはその恋愛振ってお互いの男女間の恋愛とかがすごいドラマ仕立てに作られてるなというふうに思うんですけどもね。牛すじカレーは2日目がうまいということで、リスさんから情報です。ありがとうございます。友達のお家にじゃあ今日行ってみようかな、あるかな。なんか50皿分のルーで作ったということですね。材料もカレールーも普通のスーパーじゃなくて業務スーパーで買ってきているというそうですね。で、調味料とかもたくさんあってですね、帰りに調味料、2種類もらいました。はい、だってイ・ジェヒョンさんからメールが届いています。ありがとうございます。イ・ジェヒョンさんね、今年の初め沖縄に旅行に来るということだったんですけども、 FM 小田にも遊びに、来て くれたんでしょうか。近し兄さんご無沙汰です。どうもご無沙汰ですね。とりあえず元気にしています。ああ、よかったです。夏バテしてないってことですね。愛しているかもしれないもうこれは衝撃ですけれども、今度デートしてねということで、はい、じゃあね、デートしましょうかで、まあね、ね、はい、もうイージホンさんね、もう、こちらは近畿からのメールなんですかね。じゃあ僕もたくさん、じゃあデートスポットを勉強して、はい、そのデートに備えてはい、頑張りたいと思います。メールが来ています。ありがとうございます。カレーか、ラジオネームシャラコホスケさんです。ありがとうございます。今日も昭和歌謡良かったですよ。情熱の嵐、ダンスはうまく踊れないなど久しぶりに聞きましたということで、ありがとうございます。シャラコホスケさんの先週いただいたリクエスト、ごめんなさい、今日音源持ってるんですけれども、今日ですね、ごめんなさい、忘れてしまいましてですね、こちらなんですけども、次回お届けしたいと思います。本当にごめんなさい。音源ちゃんと持ってます。どの曲をかけるか楽しみにしていてくださいね。すいません。で、それでちょっとお知らせなんですけれども、ちょっとですね、来週はですね、僕使用のためにちょっと番組をお休みさせてもらいます。で、来週、ね、まあ、6月最後の週なんですけども、次回はですね、4月の4日に放送を、したいと思います。本当にすいません。いつも本当メールとコメントありがとうございます。リスさんから赤いシャツがよく似合っています、お兄さんということで、ありがとうございます。ですね、自慢じゃないんですけども、赤、似合うって言われるんですよ。どこ行っても赤がすごい似合うって言われるねって。で、最近ちょっと写真、僕メガネにしたんですけども、メガネもですね、今回の縁はブルーなんですけども、目立たないらしくて、職場の人からもなんであんた無難な
ブルーにしたのって言われて、 あなたは絶対赤いフレームのメガネが似合うから、ちょっと赤とかちょっと斬新にやってみなさいってアドバイスを受けたんですけども、じゃあ今度ゆとりがある時にちょっと赤いフレームのメガネを買ってかけてみようかなというふうに思っています。はい。あ、リスさんとジヒョンさんはお知り合いなんですかね。今コメントが、届いているんですけどもね、ジヒョンさん会ってみたいですね。すごい面白そうな人ですもんね。ありがとうございます。はい、ということですね。あ、そうなの、時間が来てしまいましたけれどもね、マロさんのですね、2人のアイランドもですねレコードを持ってますので、次回ちょっとお届けしたいと思います。それではですね、ごめんなさい、ちょっと話の途中なんですけども、時間が、迫ってしまってますので、はい、3人流れてきました。本当にありがとうございます。たくさんのですね、後半からのコメントとメールの嵐です。楽しく読ませていただきました。ありがとうございます。ということですね、次回は4月4日になりますね。4月4日の放送です。また4月になってお会いしたいと思います。それまで皆さん、いろいろとちょっとね、夏の思い出をちょっと僕も作って、過ごしたいと思いますので、また来月お会いしましょう。それではありがとうございます。さよなら。